ゆきです。私はいろんなオリジナルの曲を自分で、作っているんですけども、その中に北朝鮮拉致問題の解決を願う思いを込めた曲、空と海の向こうという曲を作って歌っています。6年ほど前にファンの方にブルーリボンのバッジをいただいたのがきっかけで、この歌を作るようになりました。北朝鮮拉致問題は政府が認定しているのが17人おられます。でそのうち5人の方々が帰ってきたんですけど、今残りの12人ですね、12人については未だに帰ってくることができていません。でもしかしたら拉致されたかもしれないっていう特定失踪者っていう方々がなんと900人近くいるかもしれないと言われています。よくこの歌は政治的な歌だからっていうふうに言われることも多いんですけど、まあ、もちろんそういう側面もあると思います。でもそれ以上にというか、政治的にっていうふうに考える前に、その以前にこの問題は人権の問題、そして人の命の問題、その思いをまず抱いたその先に政治的な議論が必要になってくる問題だと思っています。なので政治的に難しそうだなと感じてしまって、目をそらしてしまいがちになってしまう、それでご家族の悲しみに寄り添うことができないっていうのはダメだなって私は思うし、そもそも私自身がそういうふうになんか難しそうだなって思ってしまった、目をそらしがちになってしまったっていう現状があったので、事実があったので、少しでもその政治的っていうその前の段階のその思いっていうのをしっかり伝えていくことができればなと思っています。そして先週1週間12月10日から16日までの間、この期間に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の週間がありましたので、その時に各地で路上ライブを通して北朝鮮の拉致問題の啓発ライブをさせていただきました。今年でこの期間中のライブっていうのが5年目になるんですが、今回は大阪、岡山、宝塚、大阪、東京と、ライブをさせていただきました。路上ライブでは歌以外にも言葉でもこう訴えさせていただいたんですが、その中で一番見てくださってる方がびっくりしていたのが、拉致されたかもしれないっていう特定失踪者が900人近くいるかもしれないっていうことに本当に多くの方がびっくりされてました。それは私もこの問題に初めて触れた時に、私自身もすごいこんなに多くの方がさらわれているのかって思うとすごくびっくりしたので、そういう部分も含めて訴えさせていただきました。この期間中本当に多くの方々、たくさんの方々から応援のお言葉をいただいたんですが、本当にそれはまさに皆さんの拉致問題を解決したいっていうその強いお気持ちであると思います。なので私もそういった皆さんの思いを音楽に乗せて訴えさせて、また歌わさせていただきました。そして12月18日には大阪府東大阪市で蓮池薫さんのご公演の際にも歌わさせていただきました。で蓮池さんは北朝鮮にさらわれてしまって、その後日本に帰ってくることができた方なんですが、本来なら思い出したくもない辛い苦しい記憶だと思うんですが、残りの拉致被害者の救出を願ってこうやってご公演をされていて、お話を聞くたびに心が痛かったですし、私も拉致問題解決に向けて早く帰ってきてもらうようにしっかり音楽を通して強く強く伝えていかなければならないなと思いました。先日この期間中のライブ映像っていうのを皆さんに見ていただけるので動画上げさせてもらったんですけど、今回は岡山での路上ライブの映像を皆さんに見ていただきたいなと思います。皆さんと一緒にこの拉致問題、一刻も早く解決できるようにこれからもしっかり思いを伝えて、そして訴えさせていただきたいなと思います。大きな力になるのは署名です。皆さんの一つ一つの署名が解決につながっていきます。ぜひこの問題を少しでも耳に、心に、記憶に残していただければと思います。長い間解決できずに今過ごしてしまいました。なのでご家族の方々もご高齢になってきました。家族の帰りを待つためにずっと待ってたけど、ご高齢になり体が弱くなってしまって
お亡くなりになられた方々もいらっしゃいます。ぜひ少しでも皆さん、このご家族の悲しみに寄り添っていただけないでしょうか。私たちは普通に暮らして普通に過ごせるこの状況っていうのを被害者の方々は過ごせていません。何も悪いことしてないのに、誰も傷つけてないのに、いきなりさらわれて家族の間引き裂かれて、こんなに辛いことはないです。ぜひ皆さん、この悲しみに寄り添ってください。私たちは決して強制するつもりはありません。ですが、国民の声が何よりもの解決につながることを皆さん、ぜひ少しでも記憶に残していただければと思います。大きな声ですみません。ぜひこの場を偶然に通りかかった皆さん、少しでも拉致問題してください。30年も40年も家族とは会えていないんです。今日私は大阪からやってきて、音楽という役割で皆さんにこの拉致問題を知ってもらいたい、その一心で歌をさせていただいています。ぜひ少しでも署名をお願いします。次に私がその拉致問題の解決、家族に会わせてあげたい、また家族同士が抱き合う、そんな風景を思い浮かべながら作った曲があります。ぜひ少しでもその曲を聴いていただいて、この問題についてこの1週間ぜひ一緒に考えていただければと思います。署名お願いします。